日本リーグ総派戦は国際プロレスが1978年11月3日から11月30日にかけて開催したプロレスのリーグ戦である。発端は同じ1978年新日本プロレスのアントニオ猪木がプロレスラーの実力日本一を決定する日本選手権大会に向けた前段階として新日本所属選手及びフリーの日本人選手によるプレ 日本選手権の開催を決定。これに対抗する形で、国際プロレスは当時提携していた全日本プロレスの協力のもと、吉原校のプロレス生活25周年を記念する企画として、同志校のリーグ戦である日本リーグ総破戦を同時期に開催することとなった。当初は新日本プロレスにも参加を呼びかけた、結果、新日本サイドもこれに行お 相互のリーグ戦における選手派遣の申し出があったというが、当時新日本と冷戦状態にあった全日本プロレスのジャイアントババが態度を降下させたため、リーグ戦への新日本の参加は実現しなかった。しかし、11月25日の倉前国技館大会に、新日本からストロング小林と小林国明が出場。その見返りとして、 12月16日に同じく、倉前国技館で行われた、プレ、日本選手権の決勝大会には、国際からアニマル浜口と、寺西ムが出場した。同日は、日本リーグ総破戦の優勝者である、ラッシャー・木村も来場、上、代表の吉原校と共に新日本のリングに上がり、両リーグ戦の優勝者同士による新の日本一、決定戦をアピールした。 密月関係にあったはずの国際プロレスと全日本プロレスの間に不協和音が生じた結果、国際プロレスは提携先を新日本プロレスにシフトすることになり、12月26日には両団体による日本選手権シリーズを翌1979年に開催することを発表。ババにも出場を要請したが、ババの出場は、 もちろん、日本選手権シリーズも実現には至らなかった。国際プロレスと全日本プロレスの所属レスラーに、フリー、韓国、日系人レスラーを加えた16名が、AB の2ブロックに分かれての予選リーグを行い、各ブロックの得点上位選手3名と、予選シード扱いのジャンボーツールだと、大木金太郎を加えた8選手により、決勝トーナメントを争う 試合は30分に一本勝負とし、勝ち点制を採用。勝ちは4点、負けは0点、時間切れ引き分けは2点、両者リングアウトによる引き分けは1点となっていた。予選リーグ終了時の上位各3名ずつがそれぞれ進出し、これに、鶴田、大木のシード2名を含む8人で争われる予定だったが、大木が棄権したため、B ブロックから石川が大体繰り上げ出場の形で、 決勝トーナメントに加わった。トーナメントは45分一本勝負で行い、11月30日の決勝戦で木村が田中を破り優勝を果たした。ありがとうございます。